シド、今日はアイスティーを作ってみたの。毎日ジュースじゃ体に悪いもの。今日は私が日焼け止めを塗るよ。主の肌を焦がすなんて許されないからね。隙間なく仕上げてあげる。わーい。今日も今日とて二人にお世話されっぱなし。なんかもう逆に不自由だよ。それで今日は何で遊ぼっか。またビーチフラッグスでもする？何もせずのんびり過ごすのも立派なバカンスよ。動いてばかりだと疲れてしまうわ。何もしないって退屈だと思うけどな。でも贅沢な過ごし方よ。もちろん決めるのはシドだけど。迷うな。このままだと二人のペースで僕のバカンスが終わってしまう。それは阻止せねば。でもやりたいことか。何か楽しそうなことは。そうだ、アルファ、この辺にあるもの、例えばそこのヤシの木で遊んでもいいかな。ええ、ここのものは何を使っても構わないわ。でもヤシの木で何して遊ぶわけ？まあ、それは初めてからのお楽しみ。せっかくだし二人にも手伝ってもらおうかな。アルファ、どこかにノコギリとかないかな？探してきてくれる？それとゼータはシーツとロープを頼むね。なるべく丈夫なやつ。わかった、すぐに持ってくるわ。主がやる気になってる。面白くなりそうだ。はい、ノコギリ、くれぐれも怪我には気をつけてね。お、ありがとう。じゃあ何本かヤシを切らせてもらうよ。主、お待たせ。シーツとロープを持ってきたよ。って早速派手にやってるね。私も何か手伝おうか？いいからいいから、こういうのは作る過程も楽しむものだからね。よし、できた。これはイカだ。そう、これぞ少年の夢。名付けてアングリーポセイドン号。少年少女っていうのは誰しも憧れるはずだ。大海原を旅してみたいって。まあ思ったことないといえば嘘になるかな。でも当然船なんて買えるはずはない。だからみんなこうやってイカダを作ろうとするんだ。自力で手に入るものを組み合わせてね。待って、まさかそれで海へ出るつもり？そうだけど。あなたの努力を無に帰すようで悪いけど、海に出るならもっとしっかりしたボートにしましょう。これでは危険すぎるわ。それなら私が一緒に乗るよ。なんだか面白そうだし、主、いいよね？一人旅の予定だったけど、まあいっか。そういうことなら私も乗るわ。いやいや、無理しなくていいよ。私がついてるし。いえ、私には監督責任があるもの。二人だけにするわけにはいかないわ。わかったよ。二人とも心配性だな。そんなに遠くまでは行くつもりないよ。心配性っていうか、いや、なんでもない。そっか、じゃあ早速出航。お、もうホテルがあんなに小さく。結構遠くまで来たかも。大丈夫かしら。ちょっと風が強い気がするけど、それに海も荒れてきたような。って、主、波が。あ、アングリーポセイドン号がバラバラにされた。もしかしてこれが転覆ってやつ？あれ、もしかしてこの展開って。決めた。二人は大丈夫そうだし、僕はこのまま流されてみるとしよう。ゼータ、シドが波にさらわれて。わかってる。とにかく主を追わなきゃ。シド、よかった、無事だったのね。大丈夫？どこか痛んだりしない？
ああ、特にそういうのはないけど、ここは？主、落ち着いて聞いてほしい。どうやら私たちは知らない島に流れ着いたみたい。